伊賀流忍者の発祥の地として知られる伊賀市目標は忍ぶ3位入賞今年のチームは去年参加した選手を中心にチームワークが抜群で男性陣に期待が寄せられています中でもこの人5区を走る竹中康友選手 これまでの5区の区間記録を三十二秒も更新、十三分二十秒と超人的な記録を出しました。去年の自分には負けたくないので、一秒でも更新したいと思っています。ちなみに何がライバルの方とかいらっしゃるんですか？もうみみんなです。また竹中選手は今回親子三人で参加、子どもたちの活躍にも注目です。もう抜かされないようにして。 で順位も上げたいですお兄ちゃんがお父さんにたすきをあげ,れるあげれるからあげれるけど僕がお兄ちゃんにあげれないのがちょっと残念ですお父さんが次の区間で待っているので僕も心配せずにできるだけ積極的に走りたいです東チームに少しでも貢献できるように東チームにとってプラスになる走りがしたいです 他にもロックには全国高校駅伝に出場した伊賀白鵬高校の墨田達也選手。アンカーは大阪ガス5。5年ぶりのニューイヤー駅伝出場の立役者となった川南雄介選手がエントリーしています。去年は区間3位の走りを見せました。やはり去年出した最高対決最高順位、これを上回りたいと思っております。 東シナブ3位目指して頑張れ